おはようございます。今日はですね、先ほどしゅうさんと話してて面白いことをねやろうということになりまして、井上尚弥選手が WBA 説に出場されなかった場合誰が優勝したのかっていう話と、今回出場されたメンバー、バンタム級のトーナメントに出場されたメンバー以外だと、誰が出てたかっていうね話をしていこうかなと思います。ですね、モンスターが、バンタム級トーナメントに出てなかった場合誰が優勝してたのかと、これはいろいろ意見あると思うんですけど、試験ですよ私は、試験で見た時にはすごい迷いましたよ。本当に迷いましたけど、自分はロドリゲス選手だと思いますね。やっぱり総合力が高いっていう点と、やっぱり一番モンスターに近いような気がするんですよね。全体的にね、総合力で、っていったところでロドリゲス選手が優勝してるかなとは思いましたね。この件ちょっと皆さんもね、ちょっと誰が優勝してたかっていう、意見をね、ぜひコメントでお待ちしております。でですね、今回バンタム級で、出場されたメンバー以外だと、誰が出場されたのかっていう話なんですけど、これ結構時間かけましたね。っていうのも、これにね、書きましたよ。じゃじゃーんって感じですね。この感じですね。ですね。WBSS のバンタム級トーナメント表みたいな感じで、なんちゃってトーナメント表ですけど、自分は、このメンバーになりましたね。見えますかね。めっちゃ迷ったんですよね。でマクドネル選手も本当は入れたかったんですけど、やっぱ原料区とかあったじゃないですか。だからちょっとね、すごい迷ったんですけど、こんな感じですかね。まずは、リゴンドー選手、で次に井上拓磨選手、でウォーレン選手、ウバーリー選手、カシメロ選手、ザキヤノフ選手、ルイス・ネリ選手、亀田智樹選手ですね。で、この中で、優勝するメンバーってなると、みんなはさ、リゴンドって言うんじゃないですか、大方の予想だと。それかネリーとかさ、いますよね。でも俺もうこれ私の試験ですけど、思い切って言っちゃいますよ。俺ね、これで優勝するチャンスがあるなと思う選手、俺亀田智樹選手だと思うんですよね。だから入れたっていうのもあるんですよ。いや、これ結構面白い試合になるなって思ってるんですよね。だからなんて言うんですかね、お客さんから見た試合としては受けないと思います、正直ね。いや、つまんねえっていう可能性はあるかもしれないですけど、これ戦い方次第だと多分普通に完封できるんじゃないのかなっていう気がしてるんですよね、個人的にですけど。だからリゴンドーとかとやったらつまんない試合になるかもしれないですね。で、やっぱ面白いっていうと、カシメロとかは面白いと思いますね。ネリとか。ウォーレンも、ウォーレンもあんまり面白くなさそうですけど、でも、あれですね。ウバリーとかはあんま面白くなさそうですね。でも、ここだと、
金谷智樹選手面白いってふうに思いましたね、個人的には。うん、でもちろんこの井上拓真選手もめちゃめちゃ強いんで、わかんないですよ、うん、普通にあれだと思うんですよね、うん、でなんとこのメンバーでトーナメント表を作りましたよ。はい、だから時間かけたんですよ結構で、まあ、これですね、こんな感じでやって決まったのが、まあ、これですね。見えますかね。まだこれブロックを俺ちゃんと確認してないんですけど、ですね、まあざっくりこういう感じでありましたね。うん、で、まあ A ブロックから H ブロックまであって、で、まあ A に井上拓真選手ですね。で1回戦に拓真選手、ウバーリ選手が激突すると。ちょ、見えねえか。で、1回戦にオーレン・リゴンド、まあ初戦ですね。で、ネリ・トモキ、カシメロ・ザキヤノフっていう並びですね。うん、ですね、これで見ていくと、まあ、井上・ウバーリはやっぱりウバーリですよね。うん、で、勝ち上がると。で、リゴンド・ウォーレン。でもね、これ結構ウォーレンもね、俺結構強いって見てるんですよね。いや全然侮れない選手ですよね。まあリゴンド来ました。でウバーリー・リゴンドが当たりますと。でネリ・トモキ、これね、みんなネリって言うかもしれないですけど、俺トモキなんですよね。いや俺勝てると思うんですよね。いやスピードでかき混ぜちゃえば、面白くない試合になるけど、全然面白くない試合にはなるだろうけど、判定で勝つ気がするんですよね、トモキ選手。だまあこれはまあ私の試験で、じゃあトモキでいきましょう。はい。でザキヤノフ・カシメロ、これも結構このザキヤノフ選手って強いんですよね。ウォーレン選手にも勝ってるぐらいの実力者で、スーパーチャンピオンなんですよ。決して侮れない選手ですけど、まあカシメロですかね、今の勢いだと。で上がると、はい、2回戦ここですね。ウバーリー・リゴンド、これどうですかね。俺結構ウバーリーって評価高いんですよ、俺の中で。結構強いですよ、あの選手。いや、ディフェンスもすごい上手いし、オフェンスも結構速くて、結構ね、たくま戦は響きましたね。いや、この選手本当に強いって思いましたよ。ドネアとやっても、面白いんじゃないのかなって見てますね。皆さんどう思います？これウバーリー結構強いですよね。結構軽視されがちですけど、それモンスターとやったらそれダメですよ。多分これどのメンバーにやってももうモンスターとは太刀打ちできないですよ。だからまあこれでちょっとやってみたらっていう感じで話してこれにしたんですけど、俺が選んだんですけどね。まあリゴンドが勝ちましょう。はい、バコーンって決まったとして、来た。で、はい、次ここでですね、カシメロ・トモキ、まあみんなカシメロって言いますよね、絶対。トモキのこと嫌いだからカメラのこと嫌いでしょう。まあでもどうかな、俺トモキだと思うんですよね、本当に。これ別に肩持ってるとかじゃないんですよね。いや本当に結構俺がトモキと赤尾さんとあと井上尚弥の試合っていうのでちょっと上げてみた時に、いや絶対全然盛り上がんねえよと、はい、まあ感じになったんですよ。なんかそんなの分かってるんですけど、ただ日本人で一番そのモンスターに、なんていうの、
近くはないけど、うん、あのまあ可能性のある感じですよね。でちょっと知名度とかと、うん、上げてみたんですけど、うん、でも中に面白いっていう声もあったりね、うん、まあ友樹のね実力を認めていらっしゃる方もいるんだなっていった印象を受けましたけど、うん、まあ俺カシメロ友樹って言ったら友樹勝つと思うんですよね。皆さんどうですか、うん、まあ俺じゃあちょっとね、まあ、これ俺が選んだんでじゃあ友樹にしましょう。はい、でまあリゴンド友樹ですよね。で超つまんなくなっちゃうと思いますよこれはね、うん、リゴンドは全然前に出ずに友樹はこう普通になんていうのジャブジャブで、うん、距離取ってっていう感じなんで、うん、やってて、まあ、決勝リゴンド友樹で、うん、どうですか、俺はね、トモキが勝つ可能性はあると思うんですよね、リゴンドーに。まあでもね、リゴンドーだからな。で、40のリゴンドーが、まあどこまで衰えてるかですよね。まあリゴンドーかな。まあリゴンドーとしましょう。はい。まあ、この結果、うん、俺が選んだやつでは、うん、そうですね、リゴンド選手が、うん、まあ、優勝するかな、っていうふうに思いましたね、このメンバーで。はい。っていうところで、まあ、もう一回言いますけど、まあ、このトーナメントとかっていうのはね、まあ、ぶっちゃけこの、あれだし、俺のね、ちょっとその、試験も入ってたから、あれですけど、まあ自分的には、その、これになりましたね。うん。WBSS をやるなら、名古屋抜きっていうか、第1回の、その、なんつうの、バンタム級のトーナメント出場者以外だったらね、うん、っていう感じになりましたね。ってとこっすね。うん。まあ、うん、やっぱり、リゴンド強いんじゃないですかね。バンタム、名古屋、サッピーたら。第1回目のね、テテとかいた時にリゴンドが入っても面白かったと思いますしね。まあ、ちょっとね、皆さんの、その、なんつうんだろう。ドネア、バーネットとか、そのね、出場者がいない場合は、どんな、トーナメントになるのかね。ちょっと聞かせていただければなと思います。コメントお待ちしております。